はい、どうも皆さん、こんにちは、シアンです。今回はね、このスマブラをやるんで、この、ドアルンじゃなくて、ドアルンじゃない、ドアルンじゃない、ごめん。マリオタックンと、タヌキちゃんとヤマさんでやってます。はい。これ、このなんか、ドカドカしてるのがヤマさん。で、このなんか変なハイハイしてるのがマリオタックンで、このもっとハイハイしてるのがタヌキちゃんです。もっとハイ、もっとハイハイしてる。そう、もっとそれでやってみます。近所迷惑だ、これ。やめろ。足で10円玉探すんで。足で。靴下探してる。じゃあ、やっていくか。いや、もうやってるけど、やってる。いやー、食べられた。もうやってるけど。食べられた。リークとか使って、もう死んでる人がいる。ちょっと待って。よし。バイク燃やそう。燃やすな。バイク燃やすな。破滅。ちょ、待てよ、お前。こら、分かってる。食うなよ、お前。さよなら。痛い痛い。さよならじゃないから。空気読んで死んだ。食い続けることが私の生きがい。なんで燃やし続けるのが私の生きがい。食べんな。何このファイヤーバトル。燃やし続ける。ああちょっと燃やしてる。やだだ、見てる。何してんのかな、キッチャー。これはひどいぞ。あーやばい。何ちょっと待って、捕まわせろ。やばい、これはまずい。いや燃やすよ、燃やすな。あれ燃やすよ。おりゃあ、おうおうおう。このさ、竜巻あんまよくわからん。直撃。もう死んだんかよ。ちょっと待って。構えとく。シャッキン。構えとく。お前ほら。何しとんねん、お前。なんだこれ。お前もお前で格好つけるオーケーじゃねえよ。シアン君さ、とばっちり2杯ぐらいで死んでなくね。死んでるね。クッパと私のとばっちりで死んでたね。ゆっくりは保存しないよ。落とされたのが、2人ともたぬきちゃん。チャンネル登録よろしくお願いいたします。お前が言うの。なんか変なやつが2匹いるわ。タヌキッチャのチャンネルじゃないから。だから俺のチャンネル宣伝したんだ。なんでだよ。人の動画で何自分のチャンネル宣伝したんの。ついでに俺のも。いや、ダメージを。いや、ダメージを与えよ。てかさ、なんでプリンかぶってんの。今思ったけど、なんでプリンかぶってる。あ、歌うね。眠らせるんだ、俺は。神様。いやちょっと薄暗くなっているのがシアンです。薄暗くなっているのがシアンです。鳥と猿と風船。人間は滅びた。ファルコ今ドミノ探偵完全にピンボール状態だぞ今。みんな死んでったし。寝るな。寝てる。やめろ。本髪。寝てる。やばさんの。あよーが欲しなかった。課金。課金させろ。いや、ちょっと待って。から早く寝ろ。寝るな、お前。待ってたよ。お前。落とした。あざですよ。じゃあ、プリンガスみたいだね。ほら、おーおい、燃やすな。なんかいろんなもの焼きプリンにすんな。焼きプリン。焼きプリン。いいとこが同じくらい。焼くやつ多すぎてさ。もう焼きプリン。焼きプリン。うるせえな、お前の。奥さん死んだし。奥さん。あのチームぶら下がった。
待って、お腹痛いって、お腹痛いかも。やめてろ、やめてくれ。奥さん一人しかいない。お腹痛い。待って、お前、無理に、無理に、多すぎる。ついこれ。奥さん、時間かかる。止めるな。ある事故でしょ。止まれ。やっぱ治療なかったな。ああ。おお、ガン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 。やばい。どこ行ったか。あ、春変わったんだ。よし、やばった。よっしゃ。うわ。はい。危なかった。指紋で行った。ええ、疲れた。危ねえ、危ねえ。うわ、止められる。止めた。スキルです。スレスレで止める。なんだこれ。マジか。やばい。やばい。ちょっとお互いに倒すな。でもお前は生きてんのかい。プリプリじゃん。専用ミス。ちょっと、その切り刻んでやるわ。ちょっと、切り刻ん、切り刻ん、切り刻ん。落ち着くな。なんか空洞なじゃねえのか。頑張ってますね。いや、切り。さあ、ムキちゃんとマリオタックの勝負です、今は。おりゃ、うわぁ、おらららららら。圧倒的に負けているのがタヌキちゃんです。おぉ、チャンス、最大まで貯めろ。最大まで貯められないか。時間ねえもん。あ、そっか。ダメージが少ないからか。本当の鳥になるな。おぉ、しまった。なんだ、しまった。あ、本当にしまった。しまったな。ビジョンした、今。鳥がビジョンした。ピカビショ。あ、いや、あ、あ、何して？あ、終った、終わった。あれなんで？え、手抜いた。手抜いた。なんでどっちみち勝てるもん。うわ、なめくした。なめくしやがった。カメラこっちですよ。カメラ。うるせえなマジで。さて、来ました。女房が来ました。女房って何？二人いるんだけど。ルキナのことです。ルキナのことです。そうだ、ルキナは女房だ。これ、マリテの中です。お子さんが死亡した。お子さん死亡しました。お子様何歳ですか？あ、もう死んだ。生きてるバーの話ですけど。あ、あ。お子さんは何歳ですか？ 5 歳です。生きてるバーの話です。あ、生きてた、俺。あ、生きてたわ。5歳って帰ったらな。お子さんが帰ってきた。お子さんが帰ってきた。お子様をシュート。あのきっちゃん、もやさんにとって。子供がもやで。どっか行ってきたのきっちゃん。あのきをやってんだ、今俺は。どっか行け。子供。かわいい子には食べようとする。おお、あぁ、旅かわいくないから旅すんだ。おりゃ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 して。うるせぇ。再現すんだ。うるせぇ。お前、どんだけ周波数高いんだよ。周波数はどんどん上げてます。年々上昇しております。先週だろ。やめよ。うわぁ、まだ止めてくれて。ゾロリ様のおなわり。ゾロリ様のおなわり。すごい。ねえ、ヤマさん。ねえ、お子様がみんな。ストーカーに定評なるメタナイトだ。来た、よっしゃ。ストーカーキング。お父さんスイッチの作り方。懐かしいな。空き箱にボタンをいつ書きまして。懐かしい。ひらがないつ入れたなら、曲がるシアン君アンテナにしてあ、そういうことね。あ、なるほど。あ、シアンカラーのアンテナってことです。曲がるシアンですね。曲がるシアン。曲がるシアン100均で売ってるから。そうなの？売ってねえよ、そんなもん。売るわけねえだろ。100円だからね。曲がるシアン。すげえ。売ってねえ。曲がるシアン。よっしゃ、ほらな。やっと、お前、お前どっか行くな。マルシャンク100均で発売中。やめろ、売られてよ。皆さん買いましょう。あの、ね、皆さん行ってみてください。で、ないので。ダイソーならある。ちょっと店員に聞いてみてもいいです。曲がるシアンってありますかって。曲
曲がるシアンって言ってますかって聞いてみてください。あれないのでね、危な、いいよ、近っ、黒もない、黒もない、やばいやばいやばい、なんか意外とあいつで生き残ってる。じゃあ、お客さんの名前、やばい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 、私の子供は上手、あーくっそ、ゲービン、はい、残念でした、くっそ、戦う、ええー、嘘、タイミングか、いけ、ジョン、メット、メッガ、なジョン強い、ジョン行け、ジョンじゃねえよ、それジョン行け、テレビのジョン、お前チコだろ、それ 本体ガラケーだぜ、私は逆ガラケーです、ほいほい、いじめられてる、いじめられてる、指先で倒す、いい加減にしろ、お前はカウンターね、取られたのでもうちょっとやりましょう、つかまれたから頑張るね、みんな高い高い、頑張ってるわ、うん、高い高い、高い高いすんな、チコにしたって、雑な高い高い、どっちかで、どっチコにしたって、やばい、高い高い、チコに高い高いしたってたぬきちゃんが空気になってる、対象がやばい、あれ何それ、美味しい、美味しいやばい、あー死んだが、よっ、うるせえ、うるっす、こっちも剣士、あー新幹線ですよ、新幹線じゃねー、うわーマジで、飛行機、よし、あれー、たつまり、そう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 、似合ってます、いや、おりゃ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 、十円玉を探しています、ほら、ほら、どうなの、これ当たるのかな、当たるのか、当たった当たった当たった、うわ、なんかなんだこれ、どっちが勝つかなんだ、メタナイトがどんどん近づいてくセカラだ、よし勝った勝ったぞ、おやあーよし、そんなバカな、オッケー、お前誰お前誰勝ちましたよ、お父様ふぅー、なんか家から出てきたやつがいる、そう、よりによって埴輪製造機かよ、埴輪製造機やめ、そして自身も埴輪になる、違う盾なんて今まだでしょ、まだでしょ、やべやべ、もうなんかもうすでに死んでるデデデがいるんだけど、家死んでる、家どれ、家デデデがいる、30年前の人が30年前、あ、やべ、お前30年も生きてないだろ、カービィ、いけー、ハニ帰ってきたし、やばい、ハニワクション、お前、おーい、おーよく生きるな、狙うな、飛ばす、狙うな、危ない危ない、この木危ない、あーよかった消えた、この木何の木、桜の木、この木何の木、木ですから、どこでもいい、それしか知らないから、それしか知らないよ、やったやったビジョンだ、ほら危な、ビジョン祭りやめろ、お前バカ、デデデ誰だ、巻き込まれる、待ってやってお前、いやーデデデ使ってんのクソタヌキかよ、クソタヌキってクソタヌキって、なに暴言、暴言吐いた、暴言吐いた、ちょピクミン死んだし、あだだ、よしよ、物を大切にしろ、あー物は大切にしろ、いいな、ピクミンという名の物を大切にしろ、物だからね、物なんだよ、物扱いするの、もう危ない、木倒れてくる、危ねちょっと別、それ、そらさ、噛まれるところ、ソラクソン、ソラクソン、ソラクソン、ピクミン行け、特攻隊が死んだ、行けるの、木よよ、何ビジョンしてんの、キリビジョン、キリビジョン、おーい、君もあるか、ねえ、またピクミン死んだんだけど、おりゃー、はい、だね、ハニアビジョン、
ゴールドビジョン。いて。いきます。ででやだ。でハルですって。ケツに刺すな。おりゃー。やばい。ドンボンボンボン。守ってる主力がいるな。おい。でも守ってるから吹っ飛び力はそんなないはずなんだけどな。やめて、命中力を。おお、危ない危ない。ちょっと待って、こっち一般人だぞ。一般人も武器を使えば強くなる。一般人の武器は埴輪しかねえぞ。その後も機械仕掛けの埴輪しかねえ。古代人か。ほら。未来人。古墳時代やばい、死ぬ。いやお前どこ行ってんのこのピクミンは。よっしゃ、きつね、黙りろ。一緒に走ってる。ハリガテ、山田、後ろからぶつかっちゃったぞ。ハリガテ一緒に走ってる。あー、届かんかった。いや、だってさ、だってピクミン話してなかったやん。え、重いもん。ピクミン全部話さんとそりゃいけんわ。ピクミンが多かったらいけるんじゃないの。違う、逆だろ、普通。逆か。逆だよ。いや、ああ、よっしゃ。うるせえよ。頭に蹴ってゴーン。食え。違法。村人。勝手に掘り。この勝手を食え。勝手に掘り。シルクにしか落とされてないんじゃねこれ。ここか。どこ来るかな。10円でも無駄ですもん。ああ、みんな、みんな頭おかしそうな人を撮影ね。薬投与しようかな。やめろ、逆にアホになる。薬投与、薬投与、逆にアホになるからやめろ。ほらほら、薬投与退治しないと。ほいほら、うまっ。やめろ、それしかせんのか。おい、雑切りおじさんか。薬雑切りおじさん死んでった。雑切りおじさん、雑切りおじさんが死んだ。疲れた時にこの一杯リボビタン D 好評発売中。なんやだわ、そんな無限に出たら。広告つけた。広告やめろ。工事中。ああ、工事中。それ私のせいだろ。おい、工事中、工事中。いや、そうなん。もともと俺のやつ。私のネタだぞ。取るなよ、取るなよ。誰のネタかもう言う。お前やめろ。みんなのネタ。おりゃー、お前ちょ、これは、うん、うえっ、うえっ、調理中しかないな。おわしの薬をくらい。ソニックとかさ、使ったことがないんだけど。10円でも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 10円玉、10円玉探すぐらいですんな。10円玉探すゲームしよう。何それ。10円玉ならって私の薬を拾え。スリックお前危な、違った。シャーシャー何してんの。本当だよ。おーらー、強い強い、10円玉強い。10円玉もう死ぬ、もう死にたくない。死にたくない、殺すな。死にたくない。お前だからやめろや。そう、いじめられた、いじめられた。マリオタックにいじめられた。私なんで後ろから。ああ、心臓マッサージね。心臓マッサージし、それだ。ほら。いや。やん。あ、そうだ、ためよ。埋め立てちゃう。いや、やべ。あ、それ結構食らんだよ。薬。や。薬を。やめろ、やめろ、やめろ。私の薬は強いぞ。死んでった。大魔。君たち。あ、やばい。コミックのさ、あのやつどんなんなってるかわからん。薬、あ、頑張ってみよう。何やねん。なんで上を出さなかったんだ。10円玉探すな。10円じゃダメ、薬ならあげるよ。10年間10円玉探す。10年間10円玉探すって。おい、あ、フランですね。フランですよ。地面になりたい今。埋める、コマを埋めます。これコマ埋めんな。
何してんの何してんの、え、さすがロボット、物理力があるね。すごいね。薬来るよ、薬、薬。死んだ、死んだ。なんで君たち何してんの、シャーシャー。治療完了。治療、逆に死んでいったぞ、みんな。そうだね、50万円です。治療という名の処刑だったね。はい、今回のファイナルバトルです。DK ジャングルパークかな、これどこだっけ、バナナランプだ。でもリターンズの舞台だよね。うん、なんか奥と手前で戦えるみたいだけど、これは終点化です。終点化ならできません。まあ、そういうステージです。終点じゃないときはね、奥と手前で戦えるらしいです。これヨッシーとか使い方わかんないんだけど。え、何してんのパルちゃんさん。何し、パルジャンさん何してんの。もう死んだよ。パパの。待って、イヤホンが取れた。60代後半。イヤホン取れた。よし、外した。外したじゃん。外した。あかんだろ。イヤホン外した。イヤホン取れたから、もう一つのイヤホンも外したってこと。こっちも外しちゃえばちょうどいいだろ。後から来るの。嘘本当。わあ。キッチャーの声が。危ねえ。おお。ウィスク。おら。ノアキシャベイ。逃がさんぞ。私とね、あのシアン君が保護色になって見えないんだよね。ほら、ここのことか。こことか普通に見えないよ。カメレオンかよ俺ら。ほら。俺らカメレオンだろ。おい、このババアが。ババアだよ。やめろ。出たスマッシュボール。ババアだ、ババアに行けない。やだ。よっしゃ。お前かよ。お前行くとある。ババアに行くとある。反射板。反射板。使えないこいつ。やこいつ。やべ。反射板。うわ。反射板無効か。よっしゃ。反射板が意味ない。反射板無効か。反射魔なんて聞くや。最後の切り札だぞこれ。確かに跳ね返せたらやばいもん。全然跳ね返せねえ。意味ねえもん。反射できない番。最初の切り札。ただの番だろ。反射の切り札。不良品だろ。最初の切り札だ。ちょっと文句言ってるな。文句。ただの番じゃないですか。よっしゃ。地平線の彼方へ消えていけ。やられた。あやられた。ちょっと待って、あのプリなんだ。ニキだとまだ。タヌキちゃんだから大丈夫。タヌキちゃんなら大丈夫だ。タヌキちゃんはニキあってもあんまり関係ない。マジで？うん、あんま関係ない相手だから大丈夫。おい、食べてたろ。おー、まあ、ダメ！てか、マリオダックもニキだったじゃねえか。まあね。結局みんな一緒、まあ、でも関係ないんだろ。でもタヌキちゃんは関係ないよ。わ？タヌキちゃんは関係ないよ。なぜ？マリオタ君は関係あるよ。なぜ？強いからだ。嘘つけ。強いからだ。おりゃうわやられた。なんで呼ばれる。おりゃあら。おいくそ、よしーよしー頑張って、テイト君応援して、テイト君応援して、なんでなぜそこで実況に出ていないメンバーの名前を言うんだ。頑張れ、はい、出たから出たし、なんか出たし、なんか出た、おい何してんのお前。 WiiU と本体と通信が不安定になっていますが出るんだけど、危なかった。なんかゲスト出演した人、ラジオだけの出演だね。ほら、危ない、危ない、また飛んだよお前。あ、やばい、プリンなら取っても OK だが、マックには絶対取らせん。うわ、あいつが取ったやばいこと。うわヨッシー、最後のヨッシーが、最前の問題。 あそこシャメ取ってる、シャメ取んたわぶれんなお前ら。うるせえこいつ。はい、じゃあ今回はここで終わります。はい、ご視聴ありがとうございました。
バイバーイ。バイバーイ。はーい。ここまで見てくれたみんなに一つだけ協力してほしいことがあるんだけど、まあ簡単に言うと、このチャンネルをね、登録してほしいんだよね。うん。で、パソコンで見てる人は、この M と L に監視されてるチャンネル登録っていう、何のひねりもないこのボタンを押してください。で、スマートフォン、タブレットで見てる人は、この動画のタイトル下の、赤いチャンネル登録っていうボタンを押すか、グレーでチャンネル登録って書いてあるボタンを押すかで登録できるんでね、ぜひお願いします。